はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4やっていきたいと思います。ベスラ要塞を目指すところですね。まあ、ただ前回からですね、一つアビリティを覚えまして、見習い戦士の叫ぶですね、これをラムザに覚えさせました。でこれはブレイブスピード、物理攻撃力、魔法攻撃力が上がるというものになってて、特にねマジックパワーとか使うようなものではないんで、かなりコスパのいい技には、なってます。ちょっとねやることがない時とかは、まあ、叫んで、まあ、自分を強化していこうという作戦になります。じゃあこのままベッド砂漠ですね、進んでいきましょう。編成とか配置とか例によって特にないんで、ベッド砂漠、まあ、モンスター系なのか人間系なのかっていうところだよね。敵がモンスター系の場合は敵のレベルがこっちに合うんだけど、ただ人間系だね。神殿騎士バルク全部ばらまいたな。なかなかにいい風だ。これなら半日は滞空しているだろう。十分だ。おやおや、こんなところで貴様に会うとはな。神殿騎士団がこんなところで何をしているんだ。ばらまいたって言っていたな。一体何をばらまいたんだ。知りたいか。まあいいだろう、教えてやる。今さら知ったところで貴様には何もできんからな。いえ、何をばらまいたって言うんだ。これさ。爆発した。毒になった。毒か。え、これいきなり毒の状態から始まんの。そうさ、粉末状の毒を北天騎士団の陣地に風に乗せて散布したのさ。吸引した兵たちは死にこそしないが、体調を崩してまともに戦えなくなるだろう。ゴルターナ港を勝たせるのが教皇の意思ではないはず。その通りだ。北天騎士団がまともに戦えなくなるとすれば、南天騎士団はその殲滅にほとんどの兵を要塞から出すはず。その隙にゴルターナ公とオルランド伯を暗殺するのさ。もちろん混乱に乗じてラーグ公を撃つ手はずも整っている。毒による混乱のおかげでラーグ公を暗殺する方が簡単だろうな。なんてことを。喜んだらどうだ。戦争は終わるんだぜ。これからは俺たちが権力の中枢に立つんだ。民衆もそれを望んでいるぜ。貴様のような貴族どもに支配される王国なんぞもうごめんだってな。そんなことはさせない。僕が別の方法で戦いを止めてみせる。そう言うと思ったぜ。神殿騎士バルクを倒せ。これも直接また行っちゃう。ちょっとだけ離れてる感はあるね。てか早い、貴公子じゃんこいつ。神殿騎士のくせに121か。銃だね。魔法銃か。ブリザードの魔法の銃。詰め寄るのがめんどくさいな。詰め寄ってる時に他のやつらを倒していかないと多分相当邪魔になるからな。進んでいくか。どうする。弓使いが2、黒魔導士が1、ナイトが2か。一旦叫んでおくか。じゃあここなら後ろは取られないでしょう。後ろとかあんま関係ないけどね。ガッツ、早速じゃあ叫びましょう。戦場で叫んでんのか、一人で。まあ気合を入れるっていうことに関してはいいのかな。ブレイブ10も上がるんだ。魔法攻撃力、物理攻撃力、勇気、スピード、いいね。毒45。あれ 10% 以上減るね。自分の最大ヒットポイント多分300いくつのはずだから15% とか減るのかな。122か。毒のダメージと合わせればちょっと150超えるな。弓はね大丈夫なはず。72でしょ。 OKOKOK 弓で回復しよう。弓使い残しとこう。じゃあ攻撃してくれれば回復になるからね、単純に。今となっては火力の低い方が助かるわ。遠距離攻撃してくるとはいえ。ってことはやっぱナイトだな、最初に倒すのは。黒魔導士はまあ魔法を使ってる。てかめっちゃ端まで行ってんだっけ。めんどくさ。おお危ねえ。鈍幕かよ。それはめんどくさいな。
横の兵士っていうかナイト273、53%か。ウェポンバッシュは315、ギリギリ倒せないのか。こいつは255、これ当たるやついる ?255。どうするストップ、100% 当たる方にしとこう。止まってくれれば止まってくれたらそれでいいんで。ストップしないね。どれくらいの確率なんだろうね。ファイガ。あれファイガってこれさ、あいつに当たんない？死ぬっぽいな、あのナイト。かわいそすぎる。け、ガードした口裏を合わせてたな。ファイガが来るって。弓兵はまあ確実に通常攻撃で倒すとして、出たブレイクいった。ヒットポイント6のくせに。あ、ちょっと近づいてきた。これこのまま降りられるかな。もうそしたらバルク狙っちゃってもいいよね。ほんとなんか破壊してくんの好きだよなこいつら。あ、いける、狙える。あ、狙えそうだ。ちょっと横取っちゃいます。もう攻撃143が2回か。マジか。182、32って、あ、そうか、最大ヒットポイントが減ったからか。ナッシュ、みんなチャージ持ってるよな。でもバルクそんなに移動力なさそうだから、次のターンで倒せんなこれ。バイカ、やっぱり魔法攻撃力だね。フェイスを下げるかって言われたらもうそこまでの時間はないんだよね。フェイス下げるためには話術師をちょっと使わないといけないんで。貴様はこの戦いをやめさせた後どうするつもりなんだ。この腐ったイバリースをどうやって浄化するつもりなんだ。貴様だって分かっているはずだ。腐った部分を切り捨てない限り同じことの繰り返しだってな。切り捨てることが唯一の解決策だというのか。みんながみんな腐っているわけじゃない。そうじゃない人だってたくさんいるんだ。争いを起こさなくたってどこかに解決策があるはずだ。解決策なんぞあるものか。貴様たち貴族がいる限り俺たちは搾取される側でいなければならない。だから人間が2人いたら対等なんて関係はないんだ。片方は搾取される側なんだよ。だったら俺は搾取する側に回ってやる。貴様たちを蹴落としてな。そのくらいの権利は俺にだってあるだろう。それこそ同じことの繰り返しじゃないか。自分さえ良ければいいのか。いつか同じような考えの人間に滅ぼされることになるぞ。綺麗事ばかり言いやがってこの偽善者め。まあお前はもうすぐ死ぬけどな。あれ結構移動力ある。いやー、ドマカンやだ。おー、いいね。あぶね。届くね。決まったな。これはお前は所詮搾取される側なんだよ。それが嫌だったら永遠の眠りにつかせてやろう。俺はこんなところで死ぬ男じゃないはずだ。俺の鎧返せ。そんなことより急がなければ。ラムザも結構非情だよね。まあこういう世の中だからね、しょうがないっちゃしょうがない。予備持ってたかな。最悪鎧を買いに行かなきゃいけないからな。どういうことだ。謀反の容疑だと。お願いいたします。おとなしく命令に従ってください。バカな、なぜこの私が謀反などを起こさねばならんのだ。残念だよ、シド。貴公が謀反を企てるとはな。
本気でおっしゃっておいでか。謀反など考えたこともありませぬ。証拠があるのだよ。貴公が密かに教会と接触して私を失脚させようと働きかけているそうじゃないか。バカな、一体誰がそんな嘘を。まだしらを切るのかね。貴公の裏切りをお嘆きになった教皇陛下がわざわざ知らせをくださったのだ。陛下、それは教皇の陰謀ですぞ。陰謀だと、なんと恐れ多いことを。それこそ証拠でもあるのか。陛下にお仕えして二十数年、その私を信用していただけないとは。確かにわしは貴公の騎士団がなければ戦争もできん。本当に残念だよ、シド。連れて行け。いや、シドとかマジで強いからねそいつを失脚させるとか相当無能だな。陛下、お呼びでございますか。引き続きミロンドとの連絡を取り合うようにしてくれ。教皇の詔勅さえ手に入ればラーグを失脚させることなど赤子の手をひねるようなもの。教皇陛下のご意思はすでに決まっておいでです。ご安心を。うむ、大義であった。それと南天騎士団の指揮権を貴公に与えようと思う。今日から貴公は聖騎士だ。ありがたき幸せ。頼んだぞディリータ、貴公だけが頼りだ。お任せください。いや、でもいきなり強くなるわけじゃないからね。ちょっと鎧があるかどうか。あ、大地の衣になっちゃうな。ここ売ってたっけ。ベルベニアか、ゼルテニア城とかじゃないとなんか騎士系の鎧は売ってなさそうだね。大地の衣だよな。ちょっとショップを覗きに行きます。ついでにセーブもして。じゃあ装備を整えましたので、このままベスラ要塞に行きます。あれ、え、ね、これ南と北があるんだけど、どっちがいいんだ。全然わかんねえ。何の情報もなくね。なんか町とかで情報を手に入れることができたのかな。話聞けば南はなんとかで北はなんとかだぞみたいな。全く最近情報聞いてないからね。ベスラ要塞、城壁の南。なんかめっちゃ囲まれてるけど、貴様たちは何者だ。どこから侵入したんだ。一人ですけど。僕らは北天騎士団じゃない。オルランド博に会いに来たんだ。オルランド博に会わせてくれ。オルランド博に会いに来ただと。そうか、貴様たちがゴルターナ公閣下を暗殺するために雇われた奴らだな。バカめ、オルランド博ならすでに捕らえられて牢獄の中だ。だが心配するな、すぐに貴様たちと会わせてやるさ。牢獄の中でな。あ、右に忍者がいる。あいつはちょっと厄介だな。まあ、全員倒さなきゃいけないんで、来たやつから倒していく。まあ、投げるはやってくるけど、ゲッ、ヤギュの漆黒100か、結構食らうね。ただ忍者はもう一発で倒せるはず、射程の中に入れば。どうだ、高台にいるからな。あー、横取れる。8と10、高さ2だったら余裕で攻撃はできるはずなんで。247、一発じゃん。むしろやっぱりね、あのブレイサーつけてます、アクセサリーは。さっきドラキュラマントだったんですよね。だからちょっと火力が低かったんですけど、まあ、最初はもう火力一点突破で、でゴリ押しができなかったらちょっと対策を考えましょう。まあ、さっきの戦いもね、たまたま鈍枠2回失敗してるからよかったんですけど、あれ2回とも鈍枠成功されたら相当めんどくさいことになってたよね。パーセンテージ的に 60%、 60何%だ、2回外してたんで、かなり運は良かった。で弓使いはやっぱり火力は低いからもう全然脅威にはならない。最初の方ね、遠距離攻撃してくるやつがほんと厄介で。あとこのシーフか、このシーフもなんかパクってきそうだからな。まあ、でもまずは右側から攻めよう。81%、
うわ、2発当てんのがきついんだよね。ただここはもう一直線だ。その移動力はなんか下に行ってるけど、ポーションとかさ、もう本当に今更無駄だよね。エクスポーション使ってくんならまだわかるけどさ、このチャプター4に来て、これなんか直線なんか攻撃できるやつないかな。そういえばアビリティポイント結構溜まってそうだから見てくれよかったな。結局またポーション使うのか。でこいつ逃げるでしょ多分。逃げなかった、なかなかやるな。じゃあ暗黒の方が良くないか。ウェポンバッシュ 100% でしょ。285、結局こっちの方が強かったな。まあいいや、ちょっと数を減らす。まずはてかさ、ここにいればさ、こいつ死体になるじゃん。こっからもうウェポンバッシュでずっと攻撃ができるんじゃないか。あいつはクリスタルか宝箱になるまでは。シーフが来たな。こいつらみんなそのまま待機だからね。なんか遠距離攻撃欲しいよな。285、ウェポンバッシュ。ちょっとセリフ早くて読めないんだよね。なんか暗黒騎士はね、複数体攻撃できる技があるんですよね。見てみたら。でも結構高い、1000ポイントくらいかかった気がする。現在のポイントが674か。その暗黒の剣みたいな技もあるんだけど、まあ、ただそれを使うまでもないからね。まあ、本来だったら結構役に立つ技なんだろうけど、もう今オートポーションで回復しちゃってるんで、それを取るに行くんだったらそれも500くらいかかるんで、ちょっと上位の技を取りに行きましょう。シーフが後ろに来たね。こいつが何をしてくるか。ゲット36、カブト。一応カブト予備買ってきたからな。パクられたよ、もう。何なんだよサークレット、俺のサークレット。正面から行かないとダメ。全然動けねえし。75が2回。この野郎、これここにいればもうラムザ無敵じゃね。こいつら遠距離攻撃をする術がないからな。ナイトとかクリスタル、この弓使いはなもう全然だから。ウェポンバッシュ、ああ一歩進むか。じゃあ進みたくねえな。なんかまた装備破壊されそうだからな。ウェポンバッシュの前にちょっと戦うが、56か。ナイトは本当にな、硬いよな。数を減らしましょう。いや暗黒騎士になってよかったな。かなり頑張ったかんね、裏方で。普通に攻撃か。130、こいつとは対等に行くか。じゃあ、あでも逃げそう、このまま。あそうだよね、それは逃げるよね。横は取れないっていうか、こいつが来たわ。こいつは弱いな。大体何装備してんの。まず盾は確実に装備してるよね。クリスタル、見るだけ見よう。プラチナシールド 37% か、回避率が。ゲレミナスブーツか、盾だけだね。ってことは通常のパーセンテージに盾のパーセンテージが乗って56。げ、130しか当たんねえ。どうする。ウェポンバッシュで150か。うまくいけばストップできるかな。ちょっとウェポンバッシュの二刀流が関係あるのかどうかってとこだよね。両手持ちにして火力が上がるんだったらちょっと両手持ちにしたいよな。それをちょっと検証してみよう。でこれうまくいけば2発当たれば倒せるよね。183はウェポンバッシュじゃ倒せないはず。倒せない。戦うかー。ゲー出たよ、両方ガード。
ガードは盾が発動してミスは普通にミスったってことか。もう後ろからの攻撃なんぞ何の気にも留めん。今はこのナイトとの死闘を繰り広げんのか。こっちも当たらないけどあっちも当たらないってやつだね。お互いにダメージが減少されてる。そしてナイトが入れ替わる。いやこれ横取れるぞ。11と83は当たるんだっけ。当たるな。 63%、 まあ、ちょっとだけだけどね。こっちも63299か。ちょっとこっちが厄介だから、もう一発 OK。 こいつはもう動けないのか。横を取ってこないってことは、いや攻撃をして逃げるっていう行動か。そうだね、確実にもう後ろが取れない。正面から行こう、先制堂々と。56が2回、よし、いいね。あの宝箱は絶対パクられるもん。てかクリスタルパクられる、どっちだ。どっちでもいいよ。宝箱1個回収してウェポンバッシュ放つ。でも宝箱なんて今更いらないからね。殺しにかかろう。 90% OK。両軍が激突する前に何とかしなければ。頭パクられたけどサークレット1個だけ予備あるんで。あ、サークレットくれた返してくれた。ここでてかクリスタルヘルムみたいなのマジでパクられたから、パクられたっていうか壊されたんだっけ超ショックなんだけど。売ってねえしあれ。前回ね、前回だったよね。あ、これは毒を食らってんのか。これは一体どうしたことだ。今は大丈夫なの。大丈夫か、しっかりするんだ。大丈夫です、頭が痛いだけです。頭が痛いだけじゃないよね。おい、しっかりしろ。モスフングスの胞子から抽出した毒を空気中に散布したのだ。兄上心配するな、私は大丈夫だ。それよりカッコはどこだ。先ほどから探しているのですが。ここだ、ザルバック、ダイスダーク。こいつなんでこんなとこにいんの。カッコ大丈夫ですか。誰か薬師を呼べ。ご気分はいかがですか。頭が割れそうだ、胸がムカムカする。だが大丈夫だ、しばらくすれば気分も良くなるだろう。それでは困るのですよ。何、うが、何の真似だ。兄上騒ぐな、ザルバック。貴様裏切るつもりか。バルバネスを殺したのはベオルブ家の家督を継ぐためだけではなく、この私を。兄上、まさかこの毒も兄上が。はあ、私ではない。ビオルブが表舞台に立つことを望む協力者たちの仕業だ。なぜこのようなことを。ラグコは戦死された、その意思を我々ビオルブが継ぐのだ。しかしこのような策略か、謀略か。いいから、この探検をその辺りに転がっている奴らに逃げ出せと。そいつが南天騎士団の放った刺客なのだ。いいな。兄上、まあ、指紋とかないからねこの世界。普通だったらもう指紋で一発だけどね。というところで、じゃあキリがいいので今回はここで終了して、次回また続きをやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。